ラタキア、ラタキア、ラタキーア,ア、ラージキーア、ラタケイア、ラタキア、ある、レイドヒキア、あるイコールラーディキーア、レイダシア、ラヤディキア,ア、レイダシア、ラオディケアは、地中海に突き出した半島に位置する、シリア、シリアアラブ共和国、第一の港湾都市、ラタキーア県の県都でもある。人口はおよそ55万人と推計されており、ダマスカス、アレッポ、 コムスに次ぐシリア第四位の都市。古代ローマ時代の地理学者ストラボンは、十六巻二章九節に、ラオディケアを立派な都市で良好を要し、豊かな土地に囲まれていると書いている。特にブドウがよく実り、アレクサンドリアで消費される、ワインの第一の産地であるという。ブドウ園は、なだらかな山の斜面に広がり、頂上までのほとんどを占め、 さらに山を越えた東のアパメア付近にまで広がっていたとある。小さな半島と湾には古くから住居があった。フェニキア人はここにラミタ、ラマサという名の都市を置き、ギリシャ人にはデウケアクテ、レイキーアクタ、白い岬として知られていた。セレウコス町を開いたセレウコス一世ニカトールはシリアからメソポタミアにかけてアンティオキアや セレウキアなど数多くの大都市を築いたが、この半島の上の小都市も大規模に作り替え、母の名を取って、ラオディケアと名付けた。他のラオディケアと区別するため、海に臨むラオディケア、シリアのラオディケアとも呼ばれたラディケアは、セレウコス町の四大都市、シリアのテトラポリスの一つとなった。フラビウス・ヨセフスの、ユダヤ戦記によれば、ベル・ジャド・アイ・21、1、 テロで大王は水道を整備したとされ、大きな廃墟が残っている。ストラボンは、共和制ローマの末期に、プブリウス・コルネリウス・ドラベッラによって、ラオディケアの町大変な災難にあったと述べている。紀元前43年、ドラベッラは、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスから逃れて、ラオディケアに来たが、カッシウスの軍勢に攻められ町に籠城し、殺されるまでに、町の大部分を破壊したという。 ローマ皇帝、セプティミウス・セウエルスの時代、2世紀末マイナス3世紀の外宣門が、今もラタキアには残っている。また、新約聖書の記述によれば、1世紀頃には、ラオディケアには相当な規模のユダヤ社会があったと見られる、ヨゼフ・アント・コーティン、120。一端派、アポリナリオス主義の死祭アポリナリウス、390年没、は、 ラオディケアの司祭であった。東ローマ帝国統治下の494年と555年の大地震で町は荒廃し王子の重要性を失い、638年にアラブ人たちによるイスラム国家からラオディケアを陥落させた。当時のシリアはギリシャ系住民や正教徒が多く東、ローマ帝国はこの地を固有の領土とみなし何度も軍を送った。 東ローマは969年にラタキアを奪取したが、1084年にセルジューク町に奪われた。1097年、第一回十字軍はラタキアを陥落させ、アンティオキア公国の一部とした。東ローマは1098年と1100年に取り返したが、以後は十字軍国家と東ローマの間を往復し、イタリア商人の寄港地や十字軍の補給港となっていた。 1188年にサラーフッティーンがムスリムの手にラタキアを取り戻し、1260年には十字軍国家、トリポリハ国が落としたものの1287年にカラウーンに奪われた。16世紀から第一次世界大戦までの間はオスマン帝国の一部となった。オスマン帝国時代、ラタキア周辺はイスラム教アラビー派の多い地域となったが、ラタキアの街は、 多くのスンニ派住民やキリスト教徒住民が住んでいた。農村部では地主がスンニ派で農民がアラウィー派という状態であった。特殊な状態にあったドゥリューズ派同様、アラウィー派もスンニ派のオスマン帝国とは緊張関係にあった。またミレト制、オスマン帝国の行政区分で、自治や独自の監修を認められた各宗教ごとの共同体による、 宗教共同体はアラウィー派などには適用されなかったが、アラウィー派は知事を比較的認められていた。1920年、大シリア地域、シリア、レバノン、パレスチナの王だったハーシム家のハイサルがフランスにより、追放されフランス委任党治療シリアが発足すると、1922年、シリアは4つの自治国、ダマスカス国、アレッポ国、 エッドゥルーズの緩やかな連邦に再編された。アラウィー派国、エイタデアライツは、ラタキアを中心とするシリアの海部全体に設定され、アラウィー派住民による自治が認められた。1930年9月22日から1936年まで、ラタキアは、国際連盟の委任統治制度の下で、フランスが統治する名目上の独立国、ラタキア国、戦場オブラタケイア、 アラウィー派国から海明の首都となってい。この国は地中海岸から内陸の山脈までの範囲を管轄していた。ラタキア国の切手はフランスが作ったシリア国ダマスカスとアレッポが1924年末合併の切手の上からラタキ、ラキアの文字とアラビア文字の国名を刷ったものだった。フランス統治下の地域では分割統治に反対し独立を求める。 民族主義運動が起こった。これに対して、フランスは自国に有利な条件でシリアを独立させようとし、シリア側と条約締結交渉を行った。1936年のでアラウィー派国家とトゥルーズ派国家はシリアに合流した。しかしナチスドイツが中東で勢力を伸ばす恐れからシリアを手放すことに対する反対意見がフランスで起こり、 結局フランス議会でこの条約は批准されなかった。また条約に反しアンドレッタ県、アンタキア周辺、現在のトルコタイ県をトルコに帰属させることとなり、シリアでは暴動が起きた。1939年には、フランスの総督は条約を延期しアラウィー派国家とトゥルーズ派国家を再度設定した。シリアにイギリス軍が侵入して、 ビシー政権を追放した後の1943年、シリア独立に向けて、総選挙が行われ、アラウィー派国家とドゥルーズ派国家はシリアに再統合された。シリアは1946年4月17日に独立し、ラタキアはラタキア県の県ととなった。1946年のシリア独立後、ラタキアでは1946年と1952年の2度に、 渡り自治権を求めるアラウィー派の反乱が発生したが、いずれも政府によって鎮圧された。1970年、ラタキア近郊の小村カルダー派出身の軍人、ハーフィズ・アルイコール・ワサドが、クーデターで全権を掌握。1973年、第四次中東戦争において、イスラエル軍とシリア軍の間でラタキア沖海戦が起こり、シリア海軍が大敗した。これは、 ミサイル艇同士の艦隊艦ミサイルによる初の海戦であり、ECM を使った電子戦が行われた最初の海戦でもあった。2011年から続くシリア内戦では、ラダキアはアラウィー派の人口が多いことから、アサド政権への支持率が高いと見られ、反政府勢力との小規模な戦闘はいくつか報告されているものの大規模な戦闘は発展していない。 ラタキアはシリアで最もアラウィー派の割合が多い都市である。他に、キリスト教の聖教会がある。主な出身者には、シリア大統領、ハーフィズアルイコール、アサドの他、巧妙な詩人で、ノーベル文学賞候補にもなった、アドニス、本名アリアハマドサイドアスバールリーアマドセットアスバー、同じく20世紀後半の詩人、ハッサンアルカエールハサンアルクヘイヤー。 英領パレスチナで、繁栄、反シオニストの民兵組織を率いた一通、アッティーン・アルカッサー・ムイスアド、ジン・アルコサ村がいる。キリスト教関連の出身者としては、聖教会のヨアン・十世がいる。地中海性気候であり、真冬にあたる12月と1月は、非常に雨が多い。冬季は温暖なため降雪は稀である。夏季は、降水量が少ないものの、 湿度が高く蒸し暑い。8月は最低気温が摂氏25度以上になる日も多く、1日中高温となる。ラタキアはシリアの主要港である。天然の良港であり、アレッポ、ホムス、トリポリ、ベールートなどと道路でつながり、また農産物の豊かな広範地も有している。歴史、アスファルト、穀物、綿花、果実、鶏卵、植物油。 当時器、タバコなどが主要な輸出品となっている。ラタキアの地場産業はわたく植物油製造、皮なめし、海面採取などがある。また燻製させたタバコは、ラタキアと呼ばれ、パイプ用タバコとして、世界的なブランドとなっている。ラタキアは、現在はキプロスなどでも生産されているが、元はシリアが主な産地であり、ラタキアから船積みされた。 松や多くの木を燃やした煙で、タバコの葉を発酵、キュアリングさたもので、猛烈な煙っぽい味と香りがし、パイプタバコのブレンドには重用されている。高等教育では、1971年にラタキア大学が開学したが、1973年10月の戦争、第四次中東戦争の勝利を記念して、1976年にティシュリーン大学、ガミ、 ティーティシュリン10月大学と解明している。ラタキアには、バーセルアルイコール、アサド空港、ラタキア空港があり、カイロやジッタ、リアドなど中東の主要都市へのフライトがある。アレッポやダマスカスとラタキアとの間には、鉄道の便もある。また、ティプロスのファマグスタとの間には、定期フェリーがある。セレウコス町やローマ時代、東ローマ時代の古い建築物は、 度重なる地震のためほとんど残っていない。残っている遺跡は、ローマ時代の外線門と、バッカスの列中と呼ばれる主神バッカスの神殿一部などである。フランスによって作られた、西欧的な市街地の中に残るこれらの遺跡が、王子のラタキアの重要さを伝えている。マリーナは、古代の柱の基礎の上に作られている他古い門や、その他遺跡が街の中にあり、郊外には、 月管や埋葬跡のある洞窟がある。外旋門は町の南東の隅にあり、四つの入り口などはほとんど完全な姿で残っている。碑文によればこの門は2世紀後半の共同皇帝、ルキウスウェルス、または2世紀末から3世紀の皇帝、セプティミウス・セウェルスを記念して建てられている。ギリシャ語やラテン語の碑文の欠片が門のあちこちにあるが、ほとんど損なわれてしまっている。 近郊の見どころは古代からの城塞で1188年にサラーフティーンがアンティオキア公国から奪ったことを記念して名付けられたカルアトサラーフアデティーン。サラディンの城や古代都市の跡であるウガリット遺跡がある。カラットサラーフアデティーンはクラックデシュバリエと共に世界遺産に登録されている。また、ウガリットからは様々な文字、設計文字や 最古の音素文字の一つ、うがりっと文字を刻んだ粘土版が発見され、古代の社会、文化、宗教、言語の研究に重要な役割を果たしている。いずれも英語版の参考文献、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。